ANA さんがね、2025年用のね、ステータスが変更してきたんだけど、今までだと7個達成すればよかったわけだけど、ちょっとね、増やして、もう少しみんなに選びやすくしてあげたと。ANA さんはハードルを下げてきたということになりますので、明暗が少し分かれてくる。SFC をね、取る人たちが新しい人たちが殺到してくる可能性があるので、はい、SFC が逆にそれができなくなる可能性が高いのね、この先。あ、だから、早めに ANA さんの修行した方がいいね。あ、なるほど。ガチンコマリックよっよっ、始まった。はい、本日もよろしくお願いします。はい、弟子、今日はどうしたの？いや、今日ですね、すみません、急遽ありがとうございます、うん、航空会社のですね、ステータスについては結構最近変更が多くてですね、 JAL さんなんかもですね、また2024年に向けて変更点を発表したわけですけれども、ANA さんがですね、マイレージクラブライフソリューションサービスの対象ちょっと変更してきたという、ちょっと緊急のニュースがありまして、今日はこれについてですね、ご意見を伺っていきたいと思っております。そうだね、確かに ANA さんがね、2024年の来年からのね、2025年用のね、ステータスってことかな、2024年からの変更してきたんだけど、まあライフソリューションサービスの何個かね、ある、今までだと7個達成すればよかったわけだけど、はい、まあ、それをね、ちょっとね、増やしてもう少しみんなに選びやすくしてあげたということですよね。まあそれがメインなんだけど、じゃあこの後ちょっと弟子の方でさ、しっかりこれ説明してくれない？そうですね、はい、ここからですね、弟子パートということで徹底解説をしていきたいと思ってます。塾長はですね、世界を飛び回る活動をされていらっしゃいまして、まさに日本初のパーマネントトラベラーとして50年以上世界を巡られていてですね、総フライト数も2600以上、獲得マイル数なんと550万以上ということですね。飛行距離にするとなんと地球を75周もされているということでございます。ステータスもですね、航空会社関係ではですね、 JAL のプレステージですとか、 ANA のミリオンマイラー、クレジットカードでアメックスセンチュリウムブラックカードなどですね、多数のカードを取得され、取得が極めて困難なステータスをお持ちの、そんな塾長にですね、ぜひ今日お聞きしたいことがあります。はい、それでは ANA ライフソリューションサービス利用が多い方のステータス獲得条件、今回 ANA が少し改定をしてまいりました部分、お話をさせていただきます。まずは確認ですけれども、このANA ライフソリューションサービス利用によるステータスの獲得は条件が3つあります。1つ目の条件が年間の獲得プレミアムポイント、1月1日から12月31日までどれくらいのプレミアムポイント PP を獲得したか、こちらが1つの条件です。2つ目ですが、ライフソリューションサービスの利用数となっています。こちら2025年度のステータス獲得条件、ライフソリューションサービスで適用されるものが増えましたので、こちらを後ほど解説いたします。条件の3つ目といたしましては、 ANA カード、 ANA ペイ、こちらの決済額の総額ですね、こちらが関係してきます。条件の2と条件の3に関しましては、12月16日から12月15日、この1年間となっていますので、条件1および条件2、条件3、これらの対象期間が少しずれているというところは十分お気をつけください。2025年度のステータス獲得としましては、2023年12月16日から2024年12月15日までの間の1年間で条件の2、条件の3、こちらが対象となっています。条件1は2024年1月1日から12月31日までの獲得プレミアムポイントとなっている点に注意してください。こちら達成の条件ですけれども、 ANA のステータス、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、さらにダイヤモンドプラスモア、この3つないしは4つありますけれども、ダイヤモンドプラスモア、こちらに関しましてはダイヤモンドの上位と位置づけというよりかは、ダイヤモンド内でのステータスというところになりますので、この点は十分お気をつけください。まずブロンズを獲得する場合の達成条件ですけれども、年間の獲得プレミアムポイントが 15,000PP、 ライフソリューションサービス利用数が4サービス以上、 ANA カード、
ANA Pay 決済額の総額が300万円以上となっています。プラチナはプレミアムポイントが3万 PP、 ライフソリューションサービス数が7サービス以上、 ANA カード ANA Pay 決済額の総額が400万円以上。ダイヤモンドの場合は2つ条件がありまして、獲得プレミアムポイントが5万 PP の場合はライフソリューションサービス利用数7サービス以上で決済額が500万円以上、8万 PP 以上を獲得した場合はライフソリューションサービス利用数が7サービス以上、カード ANA Pay の決済額の総額が400万円以上となっています。ダイヤモンドプラスモアに関しましてはプレミアムポイントが15万 PP、 7サービス以上の600万円以上の決済が必要ということになっております。こちら ANA のホームページ見ますとですね、2025年度対象のライフソリューションサービスというものがございますので、こちらを見ていきましょう。変更点として3つございます。1つ目がライフソリューションサービスとして3つのサービスが追加されます。 ANA リサーチ、 ANA セレクション、ペンギンですね。こちら後ほど詳しく見てまいります。続きまして、以下のサービスではマイルおよび ANA スカイコインを使ってサービスを利用した場合も対象となりますと。マイルと ANA スカイコインを使った場合にライフソリューションサービスを利用したことになるということで、 ANA ショッピングの A スタイル、 ANA セレクション、 ANA ストアアットスカイ、 ANA モール、 ANA トラベラーズ、 ANA フェスタ、これら6つが上がっております。最後の変更点ですけれども、2025年度からは ANA マイレージモールと ANA カードの入会継続時のボーナスマイルについては対象外ですと。こちらはカウントがされないということになりますので十分ご注意いただきたいと思いますが、2025年度からとなっておりますので、その点ご注意ください。ライフソリューションサービスとしましては、ふるさと納税ですとか保険、不動産、こういったものがいくつかありまして、そのまま見ていきますけれども、この下側にですね、 ANA リサーチとペンギンが追加されたということになります。上に戻りますと、ちょうどこちらですね、真ん中にありますけれども、ここに ANA セレクションが追加されています。この3つが追加されたということになります。それでは ANA リサーチ、こちらを見ていきましょう。ANA リサーチというのはどういうものかと言いますと、アンケートに答えてマイルを貯める、そういうシステムになっています。こちらはいわゆるポイ活というものをされていらっしゃる方でしたら、アンケートに回答するとポイントがもらえる、これとほぼ同じものと考えていただければと思います。こちら ANA リサーチの方に入りまして、アンケートいくつかありますけれども、ウェブアンケートですとか日記形式アンケート、オンラインインタビューなどなど、このようなリサーチのものを何かやることで、この ANA リサーチの利用ということになりますので、ライフソリューションサービス利用数の一つにこちらが新しくカウントされるようになったということになります。続きまして、 ANA セレクション特典、こちら ANA セレクションと言いますのは、マイル交換でお買い物ができるというものになります。こちらを利用することでライフソリューションサービス利用数、こちらにカウントされるというのが新しい変更点となっておりますので、こちらも利用される方いらっしゃいますと、ライフソリューションサービス利用数でステータスを取っていきたいという方に関しましては、少しハードルが下がってくる、ステータスを取るハードルが下がってくるというふうに考えることができます。続きまして、ペンギンというものですけれども、こちらは何かと申しますと、 ANA が用意をしている動画配信サービスとなっております。こちら ANA がですね、愛媛とのタイアップされているものですかね、 ANA かける愛媛なんよと、こういうものですとか、特集もそれぞれ春夏秋冬行われているということになります。
こちらを利用することでライフソリューションサービス利用数にカウントされるということになります。こちら ANA ライブショッピング、今映っておりますけれども、ライブでショッピングができるというものですとか、このようなものを多数動画として用意されていますが、こちらは ANA さんが最近進めています地方創生という形で日本各地ですねとタイアップをしてをやっているものを動画配信しているということになります。少しこのスクロールが早い感じありますけれども、様々な地域とのタイアップというものを配信しているサイトとなっていまして、こちらを利用することでライフソリューションサービス利用数にカウントされるということになります。今回このような形で ANA さんはライフソリューションサービス利用数によってステータスを獲得する条件として、利用するものとしていくつか増やしてきたということは、実質的にはハードルを下げてきたというふうに見ることができます。一方で先日 JAL さんからありましたけれども、 JAL ライフステータスプログラム、こちらは JGC のハードルが上がったということで話題になっていまして、ガジンコでも塾長より話がありましたけれども、 JAL はこのようなことを仕掛けてきたということになりますけれども、こちらはハードルを上げていますよね。このハードルを上げてきた JAL に対して ANA さんはハードルを下げてきたということになりますので、明暗が少し分かれてくる部分になるかなというふうに思っております。今後の ANA さんと JAL さんの動向には注目というふうに考えることができます。はい、ということでですね、ここまで ANA さんのですねライフソリューションサービスの解説をさせていただきました。塾長いかがでしょうか。うん、そうだね、まあまたね来年もそんなに大きな変更なく貯めていけるみたいだから、まあ、JAL さんの方がいわゆる JGC のね修行がなくなってくるので、 SFC をね取る人たちが、新しい人たちが殺到してくる可能性があるので、あ、はい、SFC が逆にそれができなくなる可能性が高いのね、この先。あ、だから早めに ANA さんの修行した方がいいね。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。はい、今日もですね塾長から貴重な未来予測の話が出たかなというふうに思いますので、ぜひですね引き続き今後の話興味がある方はぜひチャンネル登録、いいねマークですね、メールマガジン登録もお願いしたいと思います。はい、ということで今日も塾長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガチンコ前塾